ご視聴ありがとうございます。今回は社長がおすすめするアリサムをご紹介します。お願いします。しっかりと火を与えること、しっかり防虫剤を散布する時期です。はい、いつもご視聴ありがとうございます。海海の三国です。今回はですね、僕がすごくおすすめするというか、誰でもね、簡単に育てられる、春からですね、夏まで楽しめる、アリサムという植物について紹介したいと思います。まあ、アリサムと言いますと、まあ、宿根草ではないんですけど、まあ、実際は種ができて、種からまた種を植えてまた発芽させるっていう、でも僕としてはやっぱり一年草で考えた方がいいかなと思います。でも一年草でもすっごい開花時間が、楽しむ時間が3ヶ月4ヶ月って普通に咲いてくれますのでね、ぜひおすすめしたいなと思いまして今回投稿させていただきます。それではですね、このアリサムですね、これですね、アリスね、この小さいね、もうすっごい細かいね、ピンク色のこれ次からモコ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 ーっと咲いてくるんですよ。で、なぜいいかって言いますと、あまり土質をこだわらない、まあ砂はダメですよ、砂とか砂利はダメだ、砂利とか砂はダメですけど、大体ね、普通の例えば畑の土とかそういったもので簡単に育てられます。本当に強いです。で、これワンポットでなるべくね、皆さん大きい株を買ってください。大きい株をですね、買ってもらって、大体これでこれくらいになります、一つが。で、アリサムって上に伸びないんですよね。横にボワーっとこう楕円形状に広がってくるんですよ、ボワーっと。で、それがまたすっごい綺麗なんですよ。で、垂れ下がることもできます、ワーっと本当に綺麗で、大体この一株でですね、200輪、200輪かな、ここに書いてあるかな、ほらこれくらいの花咲くんですよ。200輪は咲くかな、ここに絵描いてあると思うんですけど、で、この花の咲かせ方を教えます。咲かせ方ですね、はい、これ普通にやるとこれだけ大きくはなりません、なりません。これ50センチって書いてありますけど、正直言うと50センチなりません。50センチったらこんなんですから、僕説明したのは先ほどこれぐらいですよね。これくらいにする方法を教えます。皆さん教えますね、はい。じゃあ、早速やってみましょう。これは色はね、こういう斑入り、斑入りはね、やっぱりすごく人気があってちょっと高いです、はい。で、色はピンクとか、白、これ紫って結構少ないんでね、ぜひおすすめしたいなと思います今回ですね。で、こういう斑入りもすごく綺麗です。大きくなると分かりますよ、やっぱり斑入り。すっごい斑入りっていうのはこの葉っぱがツートンカラーになってるんですよ、ライムグリーンとグリーンですね、はい。で、ちょっとシルバーかかってて、お花はもう純白です。すっごい可愛いですよね、はい。これ遠いとこから見てもすごく目立つんですよ。一輪一輪の花はちっちゃいですけど、例えば10メーターとか20メーター先でもはっきりと分かるボリューム頻度になります。だから僕おすすめしたいんですよね、はい。で、寄せ植えに使っても花壇植えでも全然構いません。で、今回ですね、このね、簡単に誰もできるように、こういうね、普通の、コンテナ、まあ、ポット栽培ですね、ポット栽培を紹介しますので、ぜひ最後まで、ご視聴ください。まずこういう風にポットを用意するじゃないですか。大体一回りから二回り大きいもので十分です。こう見た感じもおしゃれでしょ、こういう風にね、こんな感じになるわけなんですよね、はい。で、まあ、こういう風なポットで必ず、屋外です。家の中では無理です。外で育ててください。日光の当たるところ、半日陰でも大丈夫です、全く大丈夫です、はい。で、こういうふうなポット購入されましたら、まずはですね、はい、底敷きネットをですね、中に1枚入れてもらいまして、はい。で、背の低いね、こんだけ浅い場合はあまりね、軽石とかね、排水性を良くするための発泡スチロールとかは必要ありません。これが例えばでかいポットだと、やはりどうしても土の中の水分が保ちすぎて根腐れしやすくなりますので、でも少ない場合はですね、お水バーッと与えてもすぐここから穴から抜けますのでね、その分別にここに軽石は必要ないかなとは思います、はい。で、まあ、こういうふうにポットをこう用意してもらいましたら、まあ、こういうふうにね、で、まあ、そっとポットを抜きます。こういうふうにですね、はい。で、こういうふうにね、スイートアリサムっていうのは結構ね、お水がね、毎日毎日やらなくても十分に強いです。で、その理由が分かるのはどこかというと、この根を見ると分かります。根のね、ものにもよるんですけど、意外とね、根っこが細いものっていうのは結構ね、水枯れに強いです、はい。
で、これの場合あんまり根が回ってないんでね、このままでいいです、このままでいいです。はい、まあ、こちらの方も見ましょうか。すごい根が細いんですよね。これもあまり根回ってません。全然根が回ってません。もうこのまま植えてもらっていいです。でも例えば、まあね、お店の方でね、1週間2週間と置いてあった商品に関してはやっぱり健全な根っこが回ってますんでね、真っ白になってます。で、真っ白になっている場合はこうね、少しほぐしてから入れてください。はい、で、こういう風なポットに少しね、こういう風に土入れますね。大体まあね、これをポットに入れてちょうどね、高さがね、ウォータースペースってこれくらいの高さになるぐらいに土を入れていきます。はい、で、入れましたら必ず元肥ですね、元肥を必ず肥料をね、ちょこちょこちょこっと与えてください。元肥ですね。これはもうやるのとやらないでも全く違うんでね、これ絶対おすすめです。マグマプケっていうものを必ず与えてください。適当でいいです。レララっていう感じでいいです。で、こういう風にコロコロコロって混ぜればいいです。もうやるのとやらないでも全然違いますんでね。で、これをポコンと入れますね。こういう風にちょこんと入れます。ちょっと背高くて、ね、こういう風に入れます。で、入れてですね、あとは周りをですね、はい、で、なるべく排水性のいい土を選んでください、ね、やっぱり土ってすごく大事なんでね、皆さん、ホームセンター行った時にどんな土買っていいか、園芸店行った時にどんな土買ったらいいのかなと思うかもしれないんですけど、正直言いますと花壇とかね、大きい畑だったら安い土でいいですけど、こういうちっちゃいポットを作る時にはですね、必ずね、値段の高いやつを買ってください。なぜ値段が高いかっていうと、まず根本的に排水性がいい、あと、弱酸性、弱酸性っていうのは土にとってめちゃくちゃいいんですよね、弱酸性であること、あと元肥入りであること、あとパーライトとかね、いろんなね、成分が入っている排水性とかいろんなものを考えているものってやはり値段高いんでね、はい、なるべく弱酸性って書いてあるものを買ってください。はい、弱酸性って書いてないものは結構ね、腐葉土とかね、いろんなものが入っている場合が、かといってそれが悪いわけじゃないですよ。で、こういう風に植えます。はい、で、植えますよね。で、お水バーッと与えます。で、なるべくですね、必ず液体肥料を10日に1遍ずつ与えていってください。そうするとですね、これバーッと大きくなるんですよ。バーッと大きくなります。で、どうするといいかって言いますと、ハサミはですね、ハサミを持ってだいたい真ん中ぐらいで切ります。こういう風にもったいがらずにね、鼻を切るんじゃありません。真ん中ぐらい切りますね。鼻を切るんじゃないですよ、茎の真ん中ぐらいまで切ってしまいます。思いっきり、皆さんやとできるかな、真ん中ぐらいまで切ります。こういう風に咲いたやつだけですよ、咲いてるやつだけね。で、咲いてないやつはまた横からバーッと出てきますから、こういう風に半分で切ります。そうすると切ってなかったものはこれから咲くんですよね。で、切ったところから横枝2つか3つドーッと出てきて、新しい新芽がバーッと出てくるんですよ。で、また花が咲くんですよ。だから、今度こんな長さになりますよね。ね、これくらい、これ半分に切りますよね。だから次にこの長さからまた横枝が出るんですよ、こういう風に。で、これ半分に切りますよね。で、いって広くするんですよ、大きくするんですよ。で、大事なのはやはり皆さん日光を求めるんでね、日光、皆さん分かりますよね、植物って絶対日光を求めに行きますんで、特に葉っぱですね、ぼーっとこう大きくなるじゃないですか、ぼーっと大きくなった場合はこの株元に日光が当たらなくなるんですよ。うわーっとなると、上ばっかりに当たって、で、ですからなるべく日光の当たる場所、例えば真上とかね、ここは伸ばさない方がいいです。切って切って切って、ここに日光が当たるようにすれば株元の葉っぱがしっかりして横に広がるんですよ。わかります？ここに日光をなるべく与えること、はい、つまり上は切ることですね、横は伸ばす、上は切る、横は伸ばすっていう風にするとボコボコボコっとなります。ぜひ皆さんやってください。で、あ、これおかしいな、なんかちょっと葉っぱ全部枯れてるな、おかしいなと思った時にはどうしたらいいかというと、根元からだいたい3センチから5センチこうなってますよね、ボコーっとなってて、もったいがらずにですよ、もしも長いこと4ヶ月くらい楽しみたいなと思ってる方は大きくなるじゃないですか、大きくなったらこれくらいの大きさにもう一度切り直してください。全部バチバチバチって、そうするとまたこれ始まります。はい、これがだいたい2回から3回楽しめますんでね、
上手にやるともう8月9月ぐらいまで、8月9月無理かな、7月までは全然大丈夫だと思いますんで、ぜひねこのスイートアイスさんやってみてください。楽しいですよ。以上です。ありがとうございます。